まあコメントいただいてね、まあいろんなネトロ会長を書いてみたいなと思わせていただいたきっかけっていうか想像はプレゼント交換会だなと思う、言わせていただいたしね。だからね、ダンディからもね、想像のプレゼント交換会になれればいいなと思ってね、いろいろ書いて、まあこれもね、日もさっきも言ってないんですけどね。<laughs> まあ、ダンディが好きな え最強おじいちゃんっていうね。やっぱね、少年漫画のおじいちゃんってのはロマンですよね。どんどん好きになるね。やっぱ、現実世界でダンディも年を重ねていくにつれてね。やっぱ、おじいちゃんキャラってかっこいいな、みたいなこととかね。でもね、やっぱりね、コメント主様が、やっぱりね、望むことっていうのはね、まっとうにまっすぐに書いたネテロ会長だったんだろうなとは思うんですね。うん。まあ、このようなんとか、このようなんとかね。 まあ、まっすぐすぎてもつまらないし、まっすぐすぎても原作通りやんけや、みたいな。原作の方がよっぽど上手いわけやから、原作見た方がいいしね。だったらね、俺としてはね、まあ別の、 アングルを模索しながら、うん。まあ、この動画に出会ってくれた、まあ、あなたともそうですし、ここまで見てくれたんですからね、ダンディーとあなたの想像のネ、ね、テロ会長っていうのをね、描いていって、それが、ね、ま、あなたと俺のね、唯一無二になれればいいからね、と思うんですね。んだからこそ、あんまりまっすぐには書かなかったし、これもまあ、黒ひげのね、えー、また、ちょっと話違うんですけども、すいませんね。 まあ、黒ひげのケルベロスバージョンっていうのはね、水墨画でもちょっとショートで失礼したものがあるんですけど、まあまあ、黒ひげもお,いもおいおいとね、描きたいんですけど、なかなかね、キャラがなまだいまいちわかんないから。ねでもネテロ会場っていうのはさ、水墨画で描いても面白いのかなとか思ったりとか、ねそれこそおじいちゃんキャラですから、それの魅力の一個として、若い時っていうのを想像しますね。やっぱどうしても。 まあ、占いババの若い頃とか、亀仙人とか鶴仙人のね、出会いとかね。うん、そういうのって想像するじゃないですか。またちょっと他作品で申し訳ないんですけどね。でもやっぱりこういう、こういうふうにね、暗黒大陸に上陸したっていうね。 こことととか聞くうういう絵もありますよねってなった時にどういうものを想像するかなみたいなところからのまたプレゼント交換会っていうか暗黒大陸に上陸したのに入り口で帰ったみたいなね俺はねもうちょっと進んでもいいんじゃないかなとか思いながらね、まあ、このコメントでもねいやいやそんなことはないですよみたいなコメントとかいっぱいいただいたけどもね、うん まあでもやっぱり中悪中悪となってほしいですよね、うん、こういうのがあってもいいんじゃないかなと思いながら想像してたんですけどねまあなかなか大それた想像なんでこっちも一旦筆を置いてますけどもねまあでも絵だけはね、えー、見てくれて出会ってくれて、まあ、想像は10人十色ですからまたいろんなプレゼント交換会想像のね、えー、なれればいいなと思うし見てくれた皆さんでね想像っていうのを育んでいただいて、うん、ハンターハンター好きな人だったらね俺なんかよりももっともっとねこの先っていうのをね 想像できるかなっていう、えー、そういう取っかかりとかきっかけになってくれればいいからやっぱりこういうのはね書いといた方がいいし、うん、おじいちゃんたちの若い頃っていうのはねその動きっていうのは想像したいですよね、うん、ただまっとうに、えー、見たいうーんどうなんでしょうかねまっすぐすぎてもね、うん、まあやっぱりいろんな。 心と出会わせてもらってると思ってますから。はい。ご視聴いただける方々の時間とか心をね、ダンディ受け取ってね、まあ、あ表現できないこともあるけどね、うん、ダンディの精一杯は常に見せていきたいなと思っている、うん、わけでございますし、ダンディの好きもね、えー、このコミックスの表紙のね、えー、ネトロ会長、かっこいいですよね、みたいなこともシェアしていけたら嬉しいかなと思うんでね、たびたび書いていけたら嬉しく思います。